本に埋め込まれた、タバココンクリートブロックに埋め込まれた、タバココカイン袋を飲み込んだ運び屋の、レントゲン写真魔薬密輸漁船の臨権密輸とは、正規の手続きを経ず、物品の輸出入を行うことである。密輸を行う目的としては、が挙げられる。多くの場合、暴力団や、マフィアなどの犯罪組織が関わっており、それらの組織の資金源となっている。古代以前、 やよい時代前期、中国大陸から、開古種や桑の種が伝来するが、当時の中国は、養産法や開古和の種の国外持ち出しを厳しく、禁じていたことが、文献記述にあり、これも密輸だったと言えるが、京都工芸繊維大学名誉教授の布目、順道によれば、国金を犯して、日本に伝えたのは、漢民族ではなく、家中地方にいて、 韓民族と対立していた戦国古氏族の末裔や、宮尾族といった少数民族の人たちであったのではないかと指摘している。中世紀、室町時代に流入した総戦によって、一時期、貨幣経済が安定するが、総側は、銅選の輸出を禁じていたため、基本的には、民間商人による密貿易で成立していた P156. この日総貿易で輸入された。 戦の総量は2億間にも上る。すなわち、中国船自体が密輸品であり、その密輸品で中世に本経済が成立していたと言える。近世期、江戸時代になり、徳川幕府が中国、朝鮮、オランダとのみ、公式な交易関係を定め、鎖国によって外国からの帰国を禁じることとなるが、諸藩では密貿易を幕末まで続けていた。 例として、加賀藩では、千夜五兵という商人が、半ぐるみでロシアと交易し、後に投獄され、浜田藩では、海鮮問屋の合図や八重門の提案で、朝鮮、スマトラジャワにまで密貿易し、長州、薩摩、佐賀藩では、密貿易の収入で財政を立て直し、幕末においては、東幕のための軍備として用いられる、ことになる。このように古代、中近世を通して、 全近代では、経済や歴史を動かす原動力として、密貿易が関わっていた面もあり、負の側面ばかりではない。新代1796年に、アヘン密輸を取り締まるようになるが、その間なく、蔓延していき、社会危機を起こし、大英帝国とのアヘン戦争へと繋がっていく。清は、アヘン戦争による大敗によって、大国としての地位を失うことになる。 現代では外国人麻薬密輸者の死刑判決が問題になっている。ソビエト連邦時代に起きたベレンコ注意亡命事件において、ベレンコ中尉がアメリカ亡命のために乗ってきた戦闘機ミグマイナス -25 自体が正規の手続きを得たものではなく、東南自動車と同様乗り物の密輸である。冷戦下のアメリカにとってはソ連の軍事機密の一端を知る機会を得たとはいえ、 調査した上で、最終的には返却している。2013年7月15日、パナマ政府が北朝鮮戦績の貨物を調べた際、申告のない武器、兵器の部品が密輸されていることが判明し、後にキューバ政府が老朽化したミグの修理を依頼していたことが判明している。密輸が問題となる主な貨物は以下の通り、2007年に台湾で知らすウナギが、 輸出禁止になると、香港から日本への輸入が増加した。香港では、シラスウナギ量の実態がなく、台湾からの密輸されている可能性が高いと指摘されている。2018年12月と19年1月に、香港から日本へ約6トンシラスウナギが輸入されている。これは、同じ期間に、日本の養殖地に入れられた稚魚の約8割を占めていることが明らかになっている。 建築ラッシュが続いている国では、建築資材の不足、特に金属不足と高等になるが、そこに目をつけた金属泥棒が他国から銅線などを奪い、密輸につながる。日本では2005年から試験的に事前旅客情報システムを導入。2007年から義務化された。出発空港において搭乗者の情報を到着空港に送り、 特に組織ぐるみの密輸対策を強化している。ソビエト連邦崩壊に伴い、テロリストへの核燃料流出が懸念され、2002年にはアメリカがソ連式原子炉に用いられた濃縮ウランの追跡を行った。こうした事態を未然に防ぐための国際条約としては、核拡散防止条約がある。今後は条約から脱退した朝鮮民主主義、 人民共和国が崩壊した場合にも同様の懸念が生じる。ありがとうございます。